あきパンチラッシュ対ゼウガルの方ではこれは第2試合です。1試合目を取ったのはゼウガルなんですけれども、2試合目はこれで1対1。さあ2位対タケというカードが行われるようですね。さあこちらの配信では行われないので、ぜひぜひ別の配信の方に行っていただけたらと思います。ちょっと応急処置というかこんな形になってしまうんですけれども、この僕の顔が映ってるやつとか全然いらないと思うんですけど、これはちょっと PC のカメラなのですいません。このね状況が限界です。固定カメラなんですよね。筐体4つ中3つでこれから試合が行われるので、残念ながらこちらの配信は、今配信カードが組まれてない状況です。ぜひぜひ別の配信の方をご覧ください。さあ今2位対タケが始まりました。キャラクターセレクトをしておりますので、ぜひぜひ別の配信でご覧ください。はい、まあ、一応この配信を垂れ流している方もいるかと思いますので、状況は口頭で説明していきましょう。さあエボリューションに勝るとも劣らない好カード、タケ対2位であります。タケはシャヒーン、そして2位はデビルジーンを使用。2位対タケ、これで始まります。選ばれたステージはアラブステージですね。さあ開幕お互い距離を取る。お、これは珍しいというべきでしょうか。2位が 2P を選択していますね。2位は 1P プレイヤーのはずだったんですけれども、なのでお互い 1P をせあ、タケが 1P、2位は 2P を選択しているようです。さあお互い削り体制、削り対決が続く。風神拳でプレッシャーをかけていく2位、確定反撃を返せない竹、暴れが当たって2位が暴れた。さあ1ラウンド目を先取したのは2位であります。接近戦、結構近い距離をキープし合いますね。両名ともステップインガードを駆使して接近戦。さあ風神拳でプレッシャーをかけていく2位、竹は技を置き気味に置いているが被弾してくれない2位です。お互いガードが硬い、技が当たりませんね本当に。体力リードは第2ラウンド目2位です。しかしこのリードもビビたるもの、一発何かが当たればひっくり返ってしまうが、さあしかし竹が壁際に追い詰めて2位から1ラウンドを取りそう。残り時間は15秒、ショートアップ当たって奈落を食らってしまう。さあ竹これは体力どこまで減らされてしまう。壁コンボ入らず、さあ奈落で無理やりいった大逆転。さあこれで体力何割を覆したんでしょうか。
2位が竹から2ラウンド目も取って0対2。羅刹門で横移動を否定していく2位。竹のスライディングはガードされてしまう。これで竹のシャヒーンの体力は残り半分以下、ギリギリ半分ないかというところでしょうか。さあ技を食らってしまう、息が詰まります。しかし2位の体力はほとんど削られていない。竹のシャヒーンを相手にとんでもねえ防御力であります。さあ奈落が当たってしまうとコンボミスの2位だが、その後のフォローが早い。0対3です。1試合目勝ったのは2位。1試合目としては圧倒的な強さと言えるでしょう。さあ今回はのクロクロ杯は、2試合選手、決勝戦以外は2試合選手ということなので、キャラクター変更も可能なんですけれども、竹は一貫してシャヒーンを使います。竹対2位、2位はやはりデビルジンです。選ばれたステージはドラゴンズネスト。この1試合を落としてしまえば、竹が落としてしまえば2位の勝利ということになります。さあハルクスキックで展開を作っていきたい竹のシャヒーンですけれども、さあまず空中コンボを決めているのは2位のデビルジン。鬼勝呂がカウンターしている。しかし竹もまた逆襲、これでコンボを決めて体力はやや竹が優勢の状況からスライディングを決めて、ここで初めてとなります2位対竹でラウンドを取ったのは竹。この勢い崩したくない竹でありますが、ハルクスキック2発目をしゃがむのが完璧であります。2位さあ体力は5分、お互い半分ほど、5割ほどです。先に距離を詰めるのはさあお互いの主力技がギリギリスカル間合いをキープしている。さあ非今週はガード、さあ非今週今度は食らってしまう。置き攻めで中段を選択した2位が1対1に引き戻しました。まあ、これで1試合分リードのある2位はあと2ラウンドを取れば竹を破る形になります。ハルキスキック当たって何もしない竹、硬いスライディングが当たる、いいダメージです。さあこれで体力リード大幅に取っているのは竹なんですけれども、2位を相手に予断は一切許されません。さあ竹あと一発を当てれば2位からラウンドを取れるが、2位が粘る。竹の体力は残り6割。さあシャガパンを当てて2試合目リーチをかけたのは竹。これでラウンドは42対1です。ラウンドさあ両パン投げが2位に通ってくれる、中段まで当たってこれでまたも体力リードは竹。さあハルクスキックカウンター、これはとんでもねえダメージを減らして残り体力8割の竹対1ミリの2位。さあジャブを当てる、さあ勝利したのは竹、盛り上げてくれる。本日初めて2位が試合を落としたでしょうか。さあ2位を倒すことができるんでしょうか竹。その他の筐体では模球対バッツが行われておりますね。さあこれが
これで勝った方が次へ駒を進めることができる。タケ対2、アラブステージです。1ラウンド目このステージで2位は竹から勝利をもぎ取っています。1試合目ですね。さあラウンド1スタート、どうなる。まず先に主導権を握るのは竹が下段で攻め立てております。それを嫌って2位はジャンプステータスの技を打つんですけれども、竹は被弾してくれません。スライディングステップでプレッシャーをかけていく竹。さあ両パン投げまたも通る、竹の両パン投げが通っています。さあサマーも当てるが空中判定で拾えず、体力リードは竹であります。1ラウンド目体力7割の竹対体力3割ないといったところの2位。さあしかし残り時間は刻々と少なくなっていき、残り時間11秒、まだ竹がリードを保っています。さあしかし右アッパーがカウンターしてしまう。竹の体力がこれでごっそり減らされてタイムアップ、勝ったのは2位。これで0-1、ラウンドは2。これは竹としてはかなりもったいないと言える展開であります。さあそして2位のジャンプステータスが当たって置き攻めが成功。第2ラウンド目序盤リードを取っているのは2位であります。コンボを決めて竹の体力は奈落を食らってしまうと、もう消し飛んでしまう。2位はまだ半分体力があります。さあしかしパルクスキックカウンター、これは体力逆転、中段から下段、これはガード、残り1ミリお互い。さあどちらだ、お互い中間距離、攻め立てたのはさあ竹が中段を当てる。竹対2位1-1です。先にリーチをかけるのはどちら。中間距離、お互い体力はほとんど削られていない第3ラウンド、1対1の第3ラウンドです。先にコンボを決めたのは竹の写真、体力半分を奪い取る。さあそして小技も当たってくれると体力大幅リードと言っていい状況です。竹2位は風神拳を置いているんですけれども、この風神拳に対して完璧な透かし掛けでの竹、これで打倒2位に膝殺しを果たすことができるのか。膝殺しにリーチの竹であります。ラウンドは2対1。さあコンボもミスっている2位、非常に珍しい、あまり見ることがありません、2位がコンボをミスるというのは。さあ第4ラウンドは今度は大幅に2位が体力リードを取っている。さあコンボを決めると残り体力わずかになってしまうのは竹、残り7割の体力を奪い取るしかない。残り1ミリの竹、さばいている、これは壁コンボまで決めると2位の体力は残り3割、ワンチャンあるがパワークラッシュ、あのパワークラッシュ不正解じゃないの。2位がラウンドをもぎ取りました、2対2。さあしかし最後のラウンドは2位が体力大幅にリードしている。ここから竹逆転を見せられるのか。竹の体力3割対体力フルの2位、小技は当たるが奈落を食らってしまう。壁コンボ、さあ勝ったのは2位。絶望的な状況ともう言うことができたかと思うんですけれども、竹をシャットアウトしました2位。さあ他の筐体ではバッツ対パンチラッシュが行われております。さあ2位をあわやというところまで追い詰めた竹だったんですけれども、惜しくも涙であります。っていうか、
コメントいただいてますが、早手さんはちゃんと試合を見てますか？大丈夫ですか？他の窓で試合をしているのでね、ぜひ他の方で見てくださいね。一応こっちでも実況はしておりますけど。さあ、これでルーザーズの方に竹が行くことになったんでしょうか。さあ、こちらの方で試合を打ちましょう。早田さん見てますか？ありがとうございます。こちらの方では竹対シューディーです。ルーザーズの、2回戦ですね。さあ、シューディー対タケで選ばれたステージは無限ステージです。雪原。吉光はいたんですけどね、現在のトーナメントでは使い手は残ってないと言っていいでしょう。まあ、キャラクターは自由に選べるんで、試合ごとに選ぶ方がいるかもしれないんですが、吉光使いという方は残っておりません。さあ、ルーザーズ2回戦でしょうか。シューディー対タケ。画面の方では左側がタケのシャヒン、右がシューディーの陣です。やはり何といってもシャヒンが強力なのは RKLP のハルクスキックですけれども、ジンはリーチを長いしゃがみステータスの技がそんなに多くはないので、このハルクスキックが非常に面倒くさいんですよね。まあ、接近戦であれば打つ手はあるんですけれども、体力はお互い残り3割といったところ。さあ、レイジャーズをパラスがしゃがんでいる竹。タケがしゃがんだ瞬間にシューディーの方をドヤ顔で見ていました。お願いレイジャーズは食らってくれなかったタケであります。さあ、下段の確定反撃を返してから、先ほどね2位とあれだけ熱い勝負を繰り広げたタケですから、温まってるでしょうね。その抜きはガードホーミング、ハルクスキックから中段。さあ、勝負に行ったのはシューディーだが、これでも体力は追いつけず、前蹴り当たって、さあシューディー連携出ました。前蹴りでんでん、身内だから言わせてもらいます。すぐそれ、すぐそれです、シューディー。さあ、そして最速右回しから置き攻め重視のコンボ、左かかとは食らってくれずの竹、奈落いって、さあシューディーがかなり強気にいってますね。まあ、シューディーの思うところとしても、防御力が非常に高い竹を相手に無限ステージで長丁場のラウンドは避けたいといったところでしょうか。さあ、瞬摩擦すかしかくてうまい、1対2でラウンドは4。さあ、開幕裏切りのライト、竹がこれで体力4割5分、奪い取って半分以下。さあ、すかし確定だが、狙ったのだが軸がずれていた。さあ、ハルクス一発からのコンボを決めていくが、パワークラー当たらず、置き攻め当たらず、ショートアッパー下段から、これはガードしているが、むしろ生の方が先端だったので安易に反撃を返さなかったシューディーがうまかったです。今のはさあ、痛恨のコンボミス、当たらず。今のジャンプはタケもやってねえぞといった表情をしておりました。さあ、しかし運も実力のうち、これで2対2第1試合ファイナルラウンド。ガードして反撃ではない、中段当たる、暴れていく。タケが結構手を焼いているように見えますね、この試合展開。さあ、
シャーミのプレッシャー、空中判定シューディとしては美味しい。どうだ、中段当たる、これは行くのか、残らず。シューディが1試合目を竹からもぎり取りました。さあこれで第2試合に移ります。竹はキャラクターはシャヒーン、一貫しております。まあ、結構1試合目の流れとしてはシューディが自分自身のやりたいことができているというような展開でした。の確定を見逃さないとかということではなく、一瞬の隙や一瞬のユーリフレームを利用して大きい2択を通し続けたという展開でしたね、シューディ。さあ第2試合、ラウンド1、これは誰が取ることができるか、フォーミングガードして、さあ受け流し、ツーハイ当たるが耐える、大幅リードは竹野シャヒーン、前蹴りも当たらず、フォーミングからチョップ下段、いいリズムですね竹、これが反撃ののろしとなるのでしょうか。第2試合ラウンドは2、さあ壁運び、置き攻め重視、当たらずどっか行っちゃった。さあこれはノーマルヒット、横移動に当たったか、竹も首をかしげています。うまい、なんて横移動だこいつ、マジで完璧です、素晴らしい。さあ今度は1試合目とは全く流れが違います。2対0となってリーチをかけたのは竹野シャヒーン、さあ置き攻めうまい、シューディはかなりいいダメージを取れました。あーしゃがみたかったか、しかしそのしゃがめなかったミスをその後の展開でカバーしました。あのしゃがめなかったとかのせいでラウンド落とすのは非常にもったいないですからね。さあ竹撃破にこれでまた光明が見えてきたシューディであります。このラウンドを取れば本当に分からない。下段ガード反撃完璧、ジャブから展開を作るが、さあ下段を通す、胴回しまで当たると、これでファイナルラウンド、この1ラウンドをシューディが取れば竹を破ることになる。太くいく、当たってくれず、ノーマルヒット、いやしかし壁が近すぎる、カウンターお互い体力リードはシューディであります。さあ竹追い詰められているこの状況でどれだけ勝負強さ根性値を見せられる、一発止め当ててくれる、これはここまで当たって残り1ミリ、またも先端反撃を返せないシューディ、さあ1ミリです、シューディはここセガヒでも取りたいが、さあここは無情にも刺さってしまう竹の 3LP、 もう連れ込みました。やや暗雲立ち込める状況が続いたんですけれども、竹はさすがの根性値です、診療がありますね。危機を脱出、こじ開けました。これで最終試合選ばれたステージはデビルズピット。さあデビルズピットです。壁があるうちにやはり
タケとしては2ラウンドを先制して最後の1ラウンドを取るときは無限ステージで行きたいというところでしょうね。なのでこの1ラウンド目非常に重要です。さあカウンター、相手に当たってくれるとこのダメージ置き攻めも成功。ヒゲダン食らってくれず嫌っていく嫌っていく、うまい。さあ見逃さなかったタケ、これで分からなくなった。投げを通す、シューディー、これはもったいないと言っていい。さあ1-0です。徐々にタケのペースになりつつあるのか。さあウカちゃんが入ってしまうとシューディーとしては嫌な展開。これは美味しい、一瞬の軸ずれがシューディーに微笑みかける。ジャブを置いて下段できて、そうですね、あのジンの 2RK はしゃがみステータスがついているので射品戦には非常に重要。しかしハイキック一発止めだったおかげで拷問ミスを、おっと勝負をかけたオスライダーが、シューディー、これはピンチであります。脱出できるかこの危機。さあ見逃さない、タケが強い。これで2-0リーチをかけたタケ、ステージは無限ステージに移行です。カウンターヒットコンボも完璧、ネデンから中段を選択、しゃがんでしまったかシューディー、またも2択中段パワークラッシュで完璧な試合運び。これはこの体力差をタケ相手にもぎ取らなければならない。シューディー、シューディーに課せられた使命はあまりにも大きい。さあシャットアウト、勝ったのはタケの社員。さあ、配信をご覧の皆様ありがとうございました。シューディーがもともとこの配信を担当していたので、シューディーにねぎらいの言葉をぜひ皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。さあじゃあシューディーにマイクが変わりますね。ありがとうございました。残りの、トーナメントも楽しんでいってください。ちょっとだけの間 MC 玄野でした。ありがとうございました。いやー、ただいまです、シューディーです。いやー惜しかったな、無限をね、時のタケに勝った時はね結構ノリノリでしたけど、あ、まあ運営しながらねベスト8、ベスト6かな今に残れたから、まあまずは上々ということにしておきましょう。さあ残るはおかえり、ただいまです。さあ残るは、タケとバッツのルーザーズになっていますが、ただいまです。じゃあミラー配信の方をしますので少々お待ちくださいませ。ただいまです。今クロクロさんからもうこちらはね直接で配信はないとは思いますけれども、
あ、そうですか、わかりました。さあ次の試合はね、2位の試合をこちらの修理僕のチャンネルの方で、配信をするということになっておりますので、そちらまでね、5番6番筐体の、バッツ対タケですね、ルーザーズの今勝ち上がったところでの、ルーザーズセミファイナルですね、ルーザーズセミファイナルに、の試合をクロ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 ジャパンの方で放送しておりますので、そちらの方に、アクセスしていただければと思います。お疲れ様です、ありがとうございます。さあ今ね、配信のミラーの配信を行いますので、少々お待ちくださいませ。若干ね、放送の配信のミラーなので、生放送よりさらに、遅れることが予想されますが、まあそれでもね、楽しみたい方はこちらへどうぞ。僕も配信を見ながらね、会場の熱気とかには負けないように放送していけたらなと思いますので、もしこちらの方でね、配信を見ながら放送していきたいなと思っておりますので、もしねご興味ある方いらっしゃいましたら、そちらの方までお願いいたします。よいしょ、これ出たかな。お、いいですね、いい感じのミラー配信になっておりますけれども、さあ配信筐体をミラーリングしての、配信になっておりますので、バッファローオン、さあワッツ対タケの試合ですね。配信を作れているので音実況とはちょっとずれているかもしれませんが、こちらの方で実況も兼ねていきたいと思います。さあ完全にタケが、まずバッツが2本先取している段階だが、ラウンド4では、バッツの方が、あ、メインの方全然実況聞こえないんだ、あらあら、それちょっと早めに言ってくれるとすごい助かりました。さあこの状態でバッツが、体力を奪っていく、そして最初にリーチをかけるの、リーチをかけるのはバッツということですね。なるほど、マイクの音量最大みたいですね、本放送は。もうかなり鈴キングもね、何時間も配信してくれてる関係で、喉の方が結構いかれてますので、まあ、こちらで、ミラーでね配信していきたいと思っております。さあルーザーズのセミファイナル、バッツ対タケで、最初にまず1本取ったのはバッツですね。ワイプ左側がバッツになってますけど、左側のシャヒンがタケ、そして右側のファランがバッツになっています。さあ選ばれたステージは、さあ荒れに荒れますね、この状態フロアブレイクのファランですが、さあ青ライブぶんぶんぶっ放していくといった感じ、もうあと1本取ったからね、負ける必要もないだろうみたいな感じで前に行っている状態ですが、な、配信が結構きついんだよな、止まっちゃったこっち助けてハルクスキックアビルミムから叩きつけて、ハルクスキックオリショーロー乗っかってからの小さな2択、そしてスライディングを買ってって一歩取っていると、タケが1本先取してラウンドは2。
さあ完全にカトリーナ・アウルズ配信の方が不安定になっておりますが、1163人も見てらっしゃるんですね。これはもうかなりの配信で無理ではありますが、エアファングからのジャブハイ、そしてニガで落としていくのはワッツ混んでますね。でフロアブレイクからの LK 打っていって逆転の一途をたどっているのは竹であるが、ジャブからハイキック一本取っていったのはバッツ、ラウンドは3、左アッパーからワンツーボディカウンター、前に行ってこっから左かかとから体育抱きハルクスキック、スカーレットからさあ追い詰められたのはバッツだが、ローハイゲランオガード竹がリーチ、ボディある、さあしっかりアルタイルにはしっかりスカークを入れていき、起死展開性の展開を作っていくのはバッツ、投げは抜けていて細かい展開、青ライは使っているがお仕置きなし、ポリッシュホーミングスラッシュから青ライとアルタイルが相打つという、なかなかレアな光景が目に浮かんでますね。いや寝る青ライを右で透かしている、さすがといったところ、ワンツー右アッパーからアルタイルはガード、ボディーからボディーボディーヒースキーパー前に行く、ボディーどうなの、ローハイをアルタイルをパタパタで引いてリーチをかけ直すのはバッツ、フォーミングからポリッシュ当てて左アッパー左アッパー下段から前に行くのはバッツだが、もう一度ローハイ左アッパー、ああ完全に体力としては若干バッツがリードかといったところ、リースマアルタイル運んでどうすんの、両パン投げ通らない、ワンツーからオーライは当たらない、当たったら終わっていたところにダブルシグナルからのホーミングガード、レイジャーズは当たっていない、仕切り直しからピースキーパー横で避けるホーミングからどっち消えたいやーだいぶね10秒ぐらいラグありますね、10秒ぐらいラグありますんで、いやでも俺ここしか見てないから、そうそう、いや全然普通に純粋な時期だったよマジか、さあもう一度選ばれたステージは神殿ステージ、イーブンに戻してルーダーズセミファイナルの最後の試合になりますね。今の相打ちはねマジかって感じですね。ここ遅いですよ、あのミラー配信なので、本放送を見てる人は先に結果が分かってしまうと、未来予知を楽しめる放送になっています。スイッチの画面をね、あのそのままミラーして映してるだけなので、ラグ10秒ぐらいありますね、まあ、そこら辺は、ご了承ください。この方は、こちらの実況でしか見てないので、画面の方しっかり見ていていただければと思います。さあローハイでまずは1本取っていったのはファランのバッツ、ラウンドは2、トゥースマス使っているパワークラッシュはガード、左アッパーからスライディングワンツー当ててハイキックからピースキーパー、本放送のネタバレは禁止でお願いします。ハイキックカウンターから当てていって、おお叩きつける一本を取り返したのはタケ、
上段、あ、ハイキックから叩きつけ、叩きつけて、もう一度ダブルスコーピオンを当てにいく、グラミングヒール当たって叩きつけて壁コンボを決めて、体力はミリだがどうすんの、下を買っていく、滝にリーチをかけたのは竹、さあバッツは追い詰められている状態、追いかけていきたいところだが、オーライはガード当たっていない、ここの下段をさばくか、フロアブレイクして足元右かかったかな、どうすんの、体力としては五分の状況を、スライディングもう一回、フライングヒールから割れない連携、どうすんの、踏んづけてジャブからのトゥースマー、アルックスキックか、空中ヒット、まだ分からない体力、オレイズに状態に落ち込んでスライディングからの確定、あれこれミラーですか、ミラーなの、はい、でも今度これだよ、はい、ということでルーザーズセミファイナルは竹の優勝になります。さあそれではこちらの方で本配信をやっていきたいと思います。じゃあそれではこちらの本配信の方でウィナーズファイナルやっていきたいと思います。さあウィナーズファイナル進出したのはもちろん世界の破滅に導くと言われるばかりの男に対して、対するは日本のゼウガル、マスターカップ5、6ともにタイトルホルダーを務めているゼウガルのシャヒーン VS ヒザノニワンツーハイからの確定、さあ胴抜きを右で透かすというのはさすがの形ではありますが、ゼウガルが前に行く、壁を2発目も当たっている。さあミリの段階で空中浮かしている、こっからまだあんのって期待させる感じの膝ですが、前に行って足元、足元先に1本を取ったのはゼウガル、トゥースマから引き込む、もう一度オルショーローか、完全なプレッシャー、ポリシからゲラン、必要に攻めるのはゼウガル、さあそこで横移動からのスカーク、壁まで近いがどうなんの、飛行衆から有利からジャブで割り込んでいく、一本取り返したのに下段からアルタイル、スバッティング胴抜きって左が有利、右アッパー、右アッパー、もう一度踏んづけて、さあしっかりと確定を返していて、先にリーチをかけたのはゼウガル、ボディからホーミング、勝負をかけたフライングヒールだったが、そこはガードされている、下段から前に行く、ジャブで押し込む壁、そしてムディーナ風前傾、補正切れから、さあスカリオニアチ一発止め、ファイナルラウンドに戻して、ファイナルラウンド片目からハイキック確定、しっかりスライディングがガードしている、前に行って足元なく壁コンボ、あ追い詰められたゼウガルだが、さあ徹底スタジオハリ置いてある、
さあこれが世界だ、分かったかゼガルト。イアンバガリにまずはリンガ、リンガ一本選手。さあ圧倒的な強さを見せているヒニーに対しゼウガルが、一矢報いることができるのか。2対ゼウガル、先にリーチをかけたのは2。さあ心中脳内に駆け巡っていることでしょう。選ばれたステージはデビルビット、2ラウンド取ると無限ステージになるステージですね。さあ果敢に前に出るのはゼガル、体育抱き体育抱き乗っかってトゥースマからの乗っかって、もう一度さあ勢い余って体力を8割以上奪っているのはゼガル。レイジ挑戦をバッチリ、有利からホーミング横移動否定からの体育抱き。さあ試合を作っていったのはまずはゼガルですね。ボディから両パン投げは抜けている。さあ軽いですね、ハイキックの方は軽いですからジャブ暴れかなり有効ではないでしょうか。ここからさあこの縁を言われぬ38秒経ってもこの体力の中削り方といったところではありますが、足元ガード最大反撃を決めていくのはゼガル。コンボミスするがスライディングでコンボ分のダメージは取り返している。ハルクスキッカー、アルケニブ胴抜きからジャブで割り込んで足元失礼、しっかりガード。まずはゼガルがリーチ。さあ無限ステージに移行した、上に乗ってて、そこに無事な偶人剣。前に行く、確定関係が返されるか、右アッパー当てて取り返しに行く。さあ体力差はまだ分からない状態だが、飛行中空中ヒット助かったか、ハルクスキックで拾い直してここまでコンボ右だけは抜けている。奈落払い、ここで当たってしまう。そしてレイジャーズ、さあ1本を取り返してまだ分からない状況に持っていったのは2。ラウンド4、鬼八2発、鬼勝呂か胴抜き、ここでさあ空中疲労、鬼八一発止めからしっかり確認している。そして横から右アッパー、コンボがミスがちょっと痛いが下段かな。さあ怖い風神拳、さあ起死回生の2択だったがそれがガードされている。さあこの鉄壁の2位に追いかける形となってしまったゼウガルだがどうなる。さあプレッシャーをかけていくのに体力をリードしているのに、さあ鬼将棒からリーチしているが、このスライディングはガードしている。ヒューザーが取り返してファイナルラウンド、有利から大きいよ、ここからのフライングイーグルで前に行くのはゼガル。相打ち胴抜きで両パン投げが抜けている。ボディからさあしっかりここでしゃがんでいる、コンボを決めて起き上がり下段。さあ体力としてはお互いどっちかわからない状況。空人剣ここの右アパーのスカムを狙っている。飛行手鬼勝呂からのギャーナー、さあ圧倒的に強いウィナーズファイナルを勝ち進んだのは2位。
いや強くないですかねこの人。強すぎだろどう考えても。マジかよって感じありますね。マジか。じゃあそれではねメインのクロクロジャパンの方でルーザーズのファイナルかな、ルーザーズのファイナルの方を行っていきますので、そちらの方にね、画面を映していきたいと思います。ルーザーズファイナルをリンク貼った場所に映しましたので、そちらの方でご鑑賞くださいませ。サウンド全然聞こえないのはどっち側でしょうか、向こう側ですか、こちら側は、全く、配信の方をしてませんので、メインの放送の方に移動するようにお願いします。メインの方ではルーザーズファイナルの方を行っておりますので、そちらの方に、移動をお願いします。コメント欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、そちらの方にお願いします。向こうの方声が全然こちらの方で今ちょっと音で調整したのでこれで聞こえるようになったかなと思いますけど、どうでしょうか。いやメインの方はサウンド今直したと思いますので、ちょっとしたラグの方で、あやっぱりおかしいですか、あらま今もダメですか、ちょっと音量直していましたけど、そうですね、鈴木キング結構声枯らしちゃってるので、僕みたいに声帯強いやつが、まだ元気なんですけど、まあ、メイン実況の方頑張っていただきたいですね。まあ、ルーザーズセミファイナル、試合の方進んでおりますので画面見ながらこっちでやってみましょうかじゃあメイン放送の多分ラグでそのまま、実況していきたいと思いますので、もし実況の方聞きづらかったらですね、僕の方でもやっていただけたらなと思います。さあ先に試合を取っているのは勘違いシマウマデウスのデイガルですね。シャヒン対決になっています。2本を取っているのはまずデイガル、しかしここで体力を戻しているホーミングから大きく取っていき、ラブから連携一発止めで追い詰めていく。さあレイジオ状態で追い詰めていった、まあ、デイガルがまずは1本先取ということになります。僕の配信を聞きながらだとどうですかね、タイムラグとかありますか、メインの放送を見てる方ちょっとコメントいただけると僕がくっちゃべってるだけみたいな放送になってしまいますので、まあちょっと感想をお聞かせ願えればなと思いますけれども、ほとんどない。あ、じゃあよかったですね、ありがとうございます。じゃあこのままね、
実況の方を始めさせていただきたいと思います。数秒じゃあやっぱさっきのミラーを見といた方が良かったのかな。ミラーでやりますか。ミラーでやりましょう。今行われている黒放送のキャプチャーを映してこう映してでちょっとラグはある中でこちらの画面見てる人を見てる人だけにちょっと放送していきたいなと思います。ミラーほどではない。じゃあいっか。じゃあやめましょうかね。じゃあ音声のみサウンドオンリーでいきたいと思います。ハルクスキックアルゲニブ打ってってまずは1本選手したのはタケですね。タケが1本取り返している形。じゃあアッパーからさあ大西ボローで下段あ下段を渡して追い詰めるのはデルガルダがフライングヒールぶっ放している。あメイン大きくなった。あじゃあよかったよかった。じゃあそのままでいきましょう。じゃあこちらは雑談枠の方でやっていきたいと思います。よかったよかった。じゃあそちらの方に、お任せすることにいたしましょう。じゃあ僕はね筐体の画面を見ながらただ一観客として楽しみたいと思います。皆さんと一緒にね楽しんでみたいなと思いますのでぜひともよろしくお願いします。会場の様子をね見せられたらいいんですけどここ完全にねスタッフルームなんですよね。今ゼルガルが選手してるんですよね。さあどうなる。さあゼウガルがルーザーズファイナルを勝ち上がると。いった展開になっていますね。さあそれでは、とうとうグランドファイナルになります。グランドファイナルは、メインの方のね黒ジャパンの方で、行われますのでぜひね、そちらの方に。暑すぎますね、メイン放送。じゃあぜひね、そちらの方に皆さんねカメラを向けていただければと思います。僕の配信どうしようかな。僕のみたいな顔を映しててもね、しょうがないですのでどうしようかね。はい、5番6番の方の選手の様子とか映るといいですね。ちょっと待ってください。パソコンを裏返しますよ。じゃあちょっとこれもこのカメラ自体はあこうしよう。ちょっと待ってくださいね。
どうよこれ、これでしょ。さあということで、グランドファイナルが行われる筐体2つの両選手のね、動きを取っていきたいとこちらでは思っていますので、こちらでいい感じでしょう。ありがとうございます。今黒黒さんが、準備しておりますので、少々お待ちくださいませ。ちょっと画質悪いからね、本来だったら僕のこれも映したいな。あ、落ちちゃった。こっちにしよっか。ちょっと待ってね、いけると思うんだ。